僕自体はもう日本のポリシーっていうことにこだわって続けてきてんで、もう大きい作品で背中とかそういうので表していきたいなっていうのがあったんで、まあ若い子がいるんで、うちは弟子の子たちが惚れるんで、入った以上、それを貫き通すという形でね、親にもらった白い肌をさ、痛いっていうのは耐えることできるからさ、くすぐったいとかね、痒い熱いっていうのはなかなか耐えることできないけど、痛みはかなり の段階まで人間耐えれるんだよ。そこはもう精神力だね。いや、日本の入れ墨は、まあ、海外にも意味はあるけどね、日本ではもう意味のないもの入れない、海外では意味のないものも入れるから、デザインとかね、メモリーとかっていう感じで入れるけど、日本人ってそういうことはあまり